エヴァシリーズ沈黙。勝ったな。ゼーレのシナリオも無に返す時が来たか。早く機体とパイロットの回収を急ぎましょう。ターミナルドグマより高エネルギー体が上昇中。人の影なのか、これは。分析パターン青。まさか使徒。いや違う、人、人間です。帰りましょう。綾波ファースト。誰？綾波ファースト。レイ。レイ。帰るの、みんな。そしてまた巡り合うの。そんな、倒したはずのエヴァシリーズが。エヴァシリーズ S2 機関を解放。これはセカンドインパクトの初期現象と同じだわ。アンチエティフィールド物質化します。アンチエティフィールド臨界点を突破。このままでは個体生命の形が維持できません。あれ、どうしてここに、なんでここにいるんだろう。バカ新人、何よ、ぼーっとしちゃってさ。しんちゃん。アスカ、ミサトさん来ていたか、新人。父さん。新人。母さん。しんちゃん、泣いてばかりね。母さん。私の部屋。あれ、でも私。どうしたのよ、アスカ。あら、アスカ。今日は元気ないな。どうした？したの？なんかあったら話して。今日はどないしたん？アスカがそんな顔するのって珍しいね。今何か言ってなかった？何か言いたそう。違うの？私の部屋。ペンペン。何？待って、ここは。私は。ここは。ユイ。いや、あれはかつての。ここはレイの。レイ。レイ。シンジ、ここはさっきまで私は。これはどうしたんだ。ウユツキ先生。ユイ君、君か、君なのか。何が一体。ここさっきまで私は。どこ行くの？散歩よ。
朝こそどこに行くの？あ、何？どうしたのよ？何が起こってるの？どこに行くんですか？どこ行かれるんですか？どこに行かれるんですか？どこに行くんだ？どこ行くの？あれ、なんでこんなところに？そんなはず。期待してるわよ。あなたの卒業論文を見て採用させてもらったの。さんが見ているのは僕じゃないと思い知らされていたかもしれない。それが怖かった。何だったんだ今のは。ここはやっぱダメだわ。俺才能ないって言われた。マジで？音楽やめんのかよ。あれ、俺だ。学生時代の俺とテルオ。デビューしていい曲書けよ。応援するからさ。俺がもう一度事務所に話すから一緒にやろうぜ。なあシゲル。そうだ、あの時もう一度音楽をやりたいと思った。でも私も同罪ね。今日のことは忘れるわ。りっちゃん、やっぱりサードインパクトがその時が来たのか。ここは教室？どうしてここへ？綾波さん、無事なんか？綾波、何しに来てん？帰りましょう。帰るて。おいおい、なや、何も見えへん。兄ちゃん帰ろうや。なあ帰ろうよ。お前、あれ、ここは学校？教室？なんでここへ？綾波？相田くん、帰りましょう。ああ。
ような体を捨て神と一つに、我々の導きにより全ての命を終末と再生の道を。おかえり、おかえりなさい。ここはどこ？どこだろう？ここどこなんだろう？なんやここ？何も見えへんし。ここはどこかしら？何もないわ。ここは、俺は死んだのか？ここは S2 機関の中、巡り巡る力の生まれるところ。かつてあなただったものが他のものと交差するところ。ほら、これがあなただったもの。全ての命はここへ過ぎてはやってくる。人と呼ばれたものも全てここに、あなたと共に。本来の姿を思い出すことになるのか。リリスを認識できなければ無へと消えることになる。そしてリリス、君はそれを願ってはいない。そうだろう？人にしか開けない。僕の役目は終わったよ。リリス、これでいいかい？リリス、そうか。僕は許されるのか。ありがとう、リリ。ありがとう。あなたが教えてくれた。それは夢、それは涙、それは痛み、それは安らぎ。あなたと共に、みんなここにあるわ。ありがとう。エヴァシリーズ沈黙。やったやったわ。さあ、パイロットの回収作業に入るわよ。急いで。エヴァシリーズ沈黙。早く機体とパイロットの回収を。は？倒したはずのエヴァシリーズが。エヴァシリーズ S2 機関を解放。これはセカンドインパクトの初期現象と同じだ。アンチ AT フィールド物質化します。アンチ AT フィールド臨界点を突破。このままでは個体生命の形が維持できません。ターミナルドグマより高エネルギー体が上昇中。何これ、人の影。分析パターン青。まさか使徒。